すごい綺麗に剥がれる。面白い。あやくふるの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。最近ずっと欲しかったペンを買ったので、今日はこれを開けて使ってみたいと思います。ドローイングガムマーカーという商品です。これが実はすごいペンなんです。お値段なんと756円です。わお値段はまあまあかなり結構高かったんですけど、素敵な作品ができるんじゃないかなと思って、こちら今日使ってみたいと思います。この取扱説明書はちょっと剥がして別のところに置いておきます。準備するものはこちら。紙はスケッチブックのポストカードサイズを使います。それをマスキングテープで台紙に固定します。周りをぐるっと固定しました。あとはダイソーの絵の具と筆、水です。では使っていきます。まずペンを振ります。インクが出るまで試し書きします。インクの色は水色です。ペンの太さは 0.7 です。ではインクも出るようになったので書いていきたいと思います。ハローと書きました。文字もう少し太くします。文字と顔を書きました。しばらく乾燥させます。インクが乾いたので上から絵の具を塗っていきます。水ちょっとたっぷりめな感じに今回はしていきます。グラデーションになるイメージで色を塗っていきます。はい、塗れました。これドライヤーで乾かしていきます。はい、乾きました。じゃーん。上からインクをのせた後、絵の具が乾燥したら指なのでマスキングインクを剥がすことができます。そうなんです、このインクマスキングテープのインク版みたいな感じなんです。ちょっとやってみます。お、文字を書いたところを指でこすっていくと、上に重ねたインクが消しゴムのカスみたいな感じでポロポロ落ちてきます。これで紙の元々の色が下から透けて見えるようになっています。爪の先で剥がすのが一番やりやすかったです。はい、全部剥がせました。かなり綺麗に下の色出てます。ちょっと初めの方失敗しましたが可愛くできました。同じような作品を作るのに絵の具を塗った上から白い文字を書いたらいいんじゃないかと思ったので実験してみたいと思います。2種類のペンで実験しました。まずサラサクリップ 0.5 です。これはですね、全然インクが乗りませんでした。続いてマッキーペイントマーカーの白です。これでやるとさっきのサラサクリップよりは色が乗りました。ただちょっと薄いというか淡い感じになります。これ3度塗りぐらいしてるんですけど、やっぱ下地が透ける感じのはっきりとした白は出なかったですが、こちらはこちらで可愛いかなと思います。ということで今日はドローイングガムマーカーを使って作品を作ってみました。いかがだったでしょうか。このペンが気になる方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。同じような作品を作るのに身近なアイテムが使えないかちょっと考えてみます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。このような商品もどんどん今後紹介していければと思います。簡単可愛くすぐできる DIY 動画もどんどん出してますので、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。